式都駅は、大分県大分市、大技押し屋にある、九州旅客鉄道法被本線の駅である。かつて、多機能駅が開業した際、現在の当駅に近い場所に駅を設ける案もあったが、当時多機能近辺には、工場が密集していたため、そちらに駅ができた。当駅は、国鉄時代末期に開業した。大分駅に直通しているためアクセスが良く、当駅の開業により、 近隣の通勤通学路としての利便性は格段に向上した。当駅は多機能駅に比べ大幅に利用者が多い。開業当初は無人駅で国鉄 OB に名誉駅長を移植していたが、その後臨時に職員が配置されるようになり、さらに正式に有人駅となった。駅南側の古典橋から見たプラットホーム断式ホーム一面一線を有する地上駅。 2018年11月30日までは JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅でマルスはないがポス端末が設置されていた。同年12月1日から無人化され撤去された。当初は2018年3月17日に中盤電駅滝の駅間に駅遠隔案内システムアンサーを導入した上で当駅を無人化する予定であったが、 当駅と大分大学前駅は同年12月1日までアンサー導入は見送られた。2019年度の1日平均乗車人員は1066人である。駅の出入り口は国道10号に面している。周辺は大規模な住宅団地をはじめとして住宅が多い。当初は団地入り口の交差点付近に設けられる予定であったが、 送迎の自家用車が国道を塞ぐ恐れがあったため、50メートル大分寄りに移動した現在地に建設し、合わせて国道に送迎の自動車が数台程度停車できる停車帯を設けた。2002年に大分大学前駅が開業するまでは大分大学の最寄り駅でもあった。大分大学までは徒歩で20分ほどかかる。当駅と大分大学前駅との距離はおよそ1.4キロメートルで、 大分市内では最も駅間が短い。開業当初、駅反対側への式と団地へは、駅の北側にある式と団地入り口交差点か、南側の島田橋へ迂回する必要があったが、利用客の増加に伴い団地内の道路に歩道を設置した上で、団地から駅側へ式道、新橋をかけ、その先に古線橋を設置することにより300メートル程度移動距離を短縮した。 ありがとうございます。